皆さんツイッターを見てくださいましたか？アフリーありがとうございます。どなたですか？林美玲という中学1年生の12歳です。見ましたか皆さんツイッター？じゃよいしょ、ちょっとテロップ、あ、ありがとうございます。タワーありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。タワーどこに行ったかな。タワーどこに行ったかな。よいしょっと、あ、タワーがない事件発生、大変だ大変だ大変だ。タワーがない事件発生。どこだろうタワー。どこだろう。あったあったあった。すみませんね。よいしょ。ありがとうございます。はい、今日はですね、あ、金魚ありがとうございます。お久しぶりです、お久しぶりです。エスケードファミリー会員入ってミレイちゃんを登録して、あとはこうやって当てなくちゃね。お頑張れ、当たりますように。はい、今日はミレイ公演をやろっかなって思ったんですけど、あ、ハートのスイカありがとうございます。そうやろっかなってね思ったんですよ昨日。どうしようかなって、やろうかなって。でもやっぱりやりますね。ということで今日はねやろうと思います、ミレイ公演を。はい、公演が中止というか10日までかな、10日までそう中止になっちゃったので、その分なので緊急性公演が2回もなくなっちゃったんですよ。だからその分私が今日 We are growing up 公演をやりたいと思います、ということです。初見さんこんばんは、ありがとうございます。ということですね、ハートありがとうございます。そう We are growing up 公演をだからやろうと思います。って打てないな、あれ。これいいかな。オッケー。じゃあミレイ公演やるので準備に入ります。倒れたらごめんなさい倒れたらごめんなさい倒れないように頑張ります。そういつも公園の前で倒れるか心配なんですけど、倒れないように頑張ります。じゃあやります、やりますね。頑張ります。ポンポン、よいしょ。
皆さんも鍵穴が欲しいと言っていたので、ちょっと鍵穴をやります。5本5本。キンコンカンコン、キンコンカンコン。本日は SKE48 次期研究生林美玲のショールームにお越しいただき誠にありがとうございます。お客様にいくつかのお願いを申し上げます。声を出してのコールやペンライトを振るのは OK ですが、はしゃぎすぎて倒れないようにお願いします。食べるのはいいですが、食べるのに集中して 見れなくなってしまうのはいけないので、一応飲食禁止とさせていただきます。飲み物はご遠慮なく飲んでください。そしてコメントはぜひぜひ皆さんにたくさん打っていただきたいというか、送っていただきたいなと思うので、たくさんコメントをお待ちしています。それでは、10日までね、ちょっと公演がなくなったので、その分ミレー公演でぜひお楽しみいただけると嬉しいです。まもなく We are Going Up 公演開演です。てんてれんてん。
地域研究生の林美玲です。さあ始まりました、We are growing up 公演、皆さん盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。はい、では曲紹介をさせていただきます。1曲目から、チャイムはラブソング、皇帝の子犬、ウィニングウォール、3曲続けて聴いていただきました、ありがとうございます。本日は感染防止対策としまして今回無観客でやらせていただいております。ですが皆さんのね、配信の画面やコメントなどはちゃんと見えてるので、いつもありがとうございます。皆さんありがとう。ということでね、皆さんぜひたくさんコメントしてくださると嬉しいです。それでは自己紹介をさせていただきます。はい、私が301でって言ったらミーレイキラーンと、このようにサイリウムやうちわ手などを振ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。噛みました。それではいきます。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミーレイキラーン、ありがとうございます。塾研究生中学1年生12歳の林美玲です。ミレイちゃん悲しい、ありがとうございます。はい、私はですね、昨日あのヒロアカの僕のヒーローアカデミアという映画の試写会に参加させていただきました。はい、今回ヒロアカの映画は第3弾ということなんですけど、もうすっごく面白くて、もう第1弾第2弾を上回るんじゃないかっていうくらいすごく面白かったので、もうぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。そしてね、昨日はすごく推しが輝いてたので、私もそんな風に輝けるように精一杯パフォーマンスしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、本日の、We are growing up 公演以上、林美玲でお送りします。それでは次の準備があるので、ここからはミレフレンズにバトンをパスしたいと思います。みんな、はーい、ふわり、さあ僕たちの番がやってきたぞ。パール何する？パール、何をするって言われてもね、急にミレフレンズにバトン渡されても、てか皆さん見えてる部品ですか？なんとなんと、今私パールはひっくり返っております。ふわりん、あ、ごめん、押しつぶしちゃった。パール、許さないでごわす。マリリン、ふわりん、マーリン、マリリン、わっ、今何時、今何時？パール、今6時だブヒよ。あ、6時何分だ？27分ブヒよ。マリリン、はぁ、やばい、ミレイちゃんの生配信の時間に寝てた、3曲見れなかった。フワリン、せっかくの特等席なのにね。パール、フッフッフ、ブヒブヒブヒ。マリリン、わぁ、ミレイちゃんの3曲見逃しちゃったよ。というか皆さん、3曲見逃しちゃって、はぁ、悲しいって思ったことありますか？多分皆さんあると思うんですよね。フワリン、確かにそういう方結構多いよね。マリリン、その時のショックは結構大きいですよね。私も今感じました。パール、みんなも気をつける部品よ。ふわりん、次はミネちゃん何やるんだろうね。マリリン、一人で全役やるのって難しくない？パール、特に次の曲とかは難しい部品ね、どうやってやるんだろう部品。マリリン、私たち踊っちゃう？ふわりん、いや素人だから無理だよ、こけるよすぐに。パール、総部費ね、オイラもしかしたら踊ってしまってみんなに低評価になってしまい、とんかつにされてしまうかもしれない部費。ふわりん、いや、さすがにそこまではないと思うけど。パール、いやー怖い部費、やっぱりこの配信に出るのも危険だった部費か。マリリン、まあまあまあ落ち着いて、そんなことは多分ね、皆さん優しいファンの方だからないと思うよ。パール、総部費ね、いつも僕たちはファンの方の優しさを知ってるべき。ふわりん、そうだねそうだね。じゃあ続いて、そろそろミレイちゃんの準備もできたようなので、次の曲に行きたいと思います。じゃあパール、曲紹介をお願いします。間違えました、曲紹介はしちゃダメですね。では行きます。やります。
Thank you.
愛してる。飲みますお茶。ファンの方に作っていただいた M というツイッターです。君といられることだと声を語る主人になれなくての3曲続けて聴いていただきましたが、皆さん楽しんでいただけますか。イエーイ、聞こえるかな。それではですね、今日この MC では前回やったあの頃の君を見つけたのをダンスレクチャーの復習をちょっとしたいなと思います。イエーイ。はい、まあ、見てない方もねいるとは思うんですけども、前回あの頃の君を見つけたの思い出フィルターダンスというところの振りを皆さんにレクチャーしたのですが、今日はその復習をしたいと思うので、前回見てなかったよって方もこの配信で見てくださると嬉しいです。でそれで忘れちゃったって言ってこのショールーム終わった後に何だったっけって思った方は、ぜひ私の SK48 10期生のツイッターを見てくださると、振りの、ね、ダンスレクチャーの動画が載っているので、私のぜひそれを見てくださると嬉しいです。では今日は復習していきます。皆さん覚えてますか。はい、前回全身でやってほしいという方がいたので、今回はこのカメラのアングルのまま全身でやりたいと思います。はい、ではですね、ではここからクロスから始めます。まずはダンルックスが似ているわけじゃなくて切なさのさからポーズをね、まず始めますね。左手が前です。左手がクロスが左手が前です。そして引っ張ります。ボー切なさーボーで、ボーで引きます。ボー次は上に銃を打ちますの、ボーククの時はゲッツを縦にします。ぼくぼくですね、皆さん覚えてますか。ぼく、そしてこの手のままクロスにします。これもまた左手が前です、ね、この2つはねクロスのところは全部左手が前と覚えてくださると嬉しいです。ぼくのので、さっきのこれがこうになった感じです。これがこれになった感じですね。引く、棒、天井に打つ、く、そして左手前でクロスの、そして引っ張ります、は。皆さんここまでできましたか。ではもう一回ね、ゆっくり最初からやりますね。せーの、ぼくのはできなかった。はい、挙手制です。できましたか皆さん。どうかな、どうかな。お、あ、手挙げてくれて、あ、みんなはーいって言ってる。じゃあここでもやりますね、一回この部分でも近いところでもやりますね。まず左手をクロスさせます。そして棒引っ張ります。棒で、そして銃をゲッツを縦にします。くそしての左手を前でゲッツを横にします。このままこうな感じですね。のは引きます。はい、できた方。はーい、だね、ちょっとこのね、私たちのねメンバーもね、フワリンとパールとマリリンと私なんですけど、今日の MC メンバーは皆さんね、ちゃんとできましたか。はーい、はーい、はーい、できたようですので、じゃあ次に進もうかな。お、初見さんが来てくださってる、ありがとうございます。
今はダンスレクチャーをしてるのでぜひ覚えてくださると嬉しいです。せーの、引く棒、縦の僕の歯。はい、皆さんできましたか？じゃあね、ちょっと時間が押すといけないので次に行きたいと思います。僕の歯、じで、この指をここに、親指をこの人差し指をこっちの親指につけるような感じ。僕の歯、じでここにつけます。これを四角を作るような感じですね。あ、初見さんありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。レクチャーしてますので、あの頃の君を見つけたという SK の新曲をぜひ真似してみてください。で、歯、あ、違う、じですね。僕の歯、じ。あ、初見さんありがとうございます。目で、今度はこれを、次こっちの手をここに、親指にブーで、またでーんで。あ、初見さんありがとうございます。はい、手首は返さないで口を作ってわけね。そうですね、こうじゃなくてこうで作ります。これお母さんが間違えてたので皆さん真似しないようにお願いしますね。はい、でははい、こんな感じですね。ではじ、あ、は、じ、め、て、の、はい、ではいきますね。これをね、ちょっと僕の歯、じ、め、て、ので目に到着地点を目にしよう。初めてのではい、の、はじめての。そして皆さんできましたか？ではね、これを恋はと言って、この四角のままで一回転させます。胸のあたりでこっち向きに、なんだろう、逆時計回りですね。なので左からくるって回して、もう一回目に到着地点をくるっと一回転します。ではちょっともう一回ここからやってみますね。ちょっと近めでやりますね。僕の初めての、あ、目ですよ、ここは。ちょっと顔が映れないので、の、かーい、目。どうですか、皆さんできた方？そう、自分から見て逆時計回りでございます。そう、自分から見てですね、ごめんなさい、間違えちゃいました。自分から見て逆時計回りですね。恋はですね、できました。僕天才かも。天才ですね。あ、初見さんありがとうございます。もう皆さん天才ですね。じゃあ皆さん天才ということで、じゃあもう一回ね、ここからいきますね。僕の初めての恋は。ではここから一気にこの2つを分かれさせます。ごめんね、いや、別れるつもりはなかったんだ。ピューンって感じですね。ちょっと皆さんやってみてください。初めての恋はふーふーですね。で、それでこの手をピューって、このまま、この手のまま離します。はい、皆さんできましたか？できましたか？ネクタイすごい曲がってるね、本当だ、やばいね。確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。ここかな、いいかな。じゃあちょっとこっち向きでやってみますね。いきますよ。の、は、ん、僕の、は、じめての、恋は。ふう、どうですか皆さん、できましたか？お、できましたかね。じゃあね、ちょっと時間もあれなので、ね、最初からもう一回通してやりたいと思います。ではゆっくり手の
手のところでやりますね。いきますね。せーの、ぼくのはじめての逆時計回りですよ、自分から見て。こーいめ、ふう、はい、できた方いますか？できた方、お、できた方多いね。すごいすごい、皆さんすごいです。もうレベル100でございます。はい、じゃあ皆さんね、ぜひこれ覚えてください。 SK48 の28枚目シングルのあの頃の君を見つけたの振りでーす。ちょっと充電がなくなって切れちゃいました。よいしょ、充電しよう。あ、ではね、皆さんね、復習したい方はぜひ Twitter 見てください。それではね、次のチームに移りたいと思います。どうぞ。イエーイ、はい、ではということでですね、はい、ミレちゃんがね、ふわりん、ミレちゃんが今日はレクチャーをしてくれたということで、皆さん覚えましたか？イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあね、僕たちもね、うんうん、なんかね、レクチャーしたいなって思ったんですけど、ちょっと自己紹介を皆さんにレクチャーしてほしいなと思って。パーリー、パル、パール、マリ、マリリン、レクチャーっておかしくない？フワリン、確かにレクチャーじゃないな、覚えてもらうのかな。え、僕たちのことを覚えてほしいなと思って、皆さんにね、僕たちの自己紹介をするので、皆さんね、僕たちのことを覚えてくださると嬉しいなと思います。じゃあ僕からね、お手本を見せます。マリリン、パール、ちゃんと見ててね。はい、それではいきます。はい、皆さんが、私、僕がふわ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 と言ったら、皆さんペンライトを僕に刺してふわりんと言ってください。よろしくお願いします。はい、せーの、ふわ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 りん。ありがとうございます。何歳だったかな、僕、あれ何歳ってつけたっけな、8歳かな、8歳の、確か8歳のふわりんこと、ふわりんです。あ、じゃあふわりん本名あるんですよ。ふわりんこと、ふわのすけです。ふわりん、ありがとうございます。はい、じゃあ次、パールお願いします。はい、いきますよ。とんかつじゃないのはパールのところで、皆さんパールっていうところで、皆さんパールと叫んでください。よろしくお願いします。はい、とんかつじゃないのはパール、真珠がついてるのはパール、僕の名前はパール。ありがとうございます。パールのパールです。パールのパールです、パールです、パール、ありがとうございます。おお、じゃあ続いてね、マリリン、お願いします。はい、マーガレットじゃないよと言った時に、皆さんマリンだよ、マリリンだよと言ってください。お願いします。いきます、マーガレットじゃないよ、マリリンだよ、ありがとうございます。はい、ではということで、僕たちのねことをね、少しでも覚えてくださると嬉しいです。イエーイ。ではね、続いての曲に移りたいと思います。それでは聴いてください。あ、違った、やばいやばい、もう流してしまった、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね。では続いての曲いきます。それでは聴いてください。あ、死ぬかダメ、
外に出たら太陽の季節が近い。ないプールを間違えました。すねながら雨、渚のイメージを聞いていただきました。ありがとうございます。次が最後の曲となります。聞いてください、水のないプール。Thank you.
千葉たちコンクリのプールの底を埋め次の夏来るまで水面を待っている犬が汗だった肌の日焼けは余計に寂しくなるね思い出はいつも消えてゆく新たな記憶が生まれて重ねるよ近場だと足がつり花に水が入って苦しみに失せながら泳げるようになっていくよそれだけの生徒のレッスンをしたり先輩方のパフォーマンスを見ると自分たちの力のなさが身に染みて夢はまだまだ遠いなと思います。プールの底に足がつかずジタバタしている私たちの成長をずっと見守り続けてください。人はみんな不器用で
て全身ハイハイ。残念ながら、こよちフラグをね久しぶりにパフォーマンスしたいと思います。はい、それでは皆さんぜひねバイバイダンスとかね皆さんも手振ってください一緒に今回はじゃあどうしようかな、どうしようかな、全パートでやりたいと思います。体力が持つかわからないんですけど頑張りたいと思います。主人より持たないかもしれない。それでは聴いてください。
宇宙フライトを聞いていただきました。ありがとうございます。本日はですね、そうですね、10日まで公演が中止になったので、このようにミレー公演をやらせていただきました。ありがとうございます。メールでもね、ちょっと匂わせというか、もう出しちゃったんですけどね、ちょっと書いたのですが、はい、皆さんにね、1年前の、ね、夏もね、こうやってミレー公演とかいろんなね、イベントをやってきたんでね、今年はなかなか出るやる機会も結構少ないんですけど、少しでも皆さんに楽しんでいただければいいなと思って、ミレー公演を開催、そうですね、ミレー公演を開催しました。皆さん楽しんでいただけましたか？イエーイ、ありがとうございます。はい、なかなかね、こうやって配信もできないのでね、こういう機会に皆さんぜひたくさん楽しんでいただけると嬉しいです。はい、では最後に We are growing up と行きたかったところなのですが、これもね、カラオケにないということで、ちょっともう We are growing up 公演ではないじゃないかっていう方もね、いると思うんですけど、残念ながらないので、片思いファイナリーで最後は締めさせていただきたいと思います。では最後の曲です。マットよいしょ。それでは最後の曲です。聴いてください。片思いファイナリー。
皆さんありがとうございます。はい、ということで最後ので片思いファイナリーはですね、ちょっとワンハーフで覚えていたので最初の部分の音楽のそうだ長いんだっていうのを忘れてしまっていてすみません。でもワンハーフだったので繰り返して踊ったのですが、皆さんどうでしたか、楽しんでいただけましたか。はい、ありがとうございます。では最後に、本日は劇場に本日はミレイ公演に配信を見に来てくださり誠にありがとうございます。ここからは、ミレイがランキングと、最後にコメントを言います。ぜひ皆さんは、参加したい方はぜひ、ミレイさんのお指示があるまで少々お待ちください。それでは最後の挨拶をさせてください。いきます、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、ありがとうございました。てん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 、ありがとうございました。ありがとうございます。見えてるよ、ありがとうございます。おしなげありがとう、コメントもたくさんありがとう、ギフトもたくさんありがとうございます。あ、すごいタワーが立ってる、また追加で立ってる、すごい。ちょっとタワー、タワー、タワーどこ行ってき、タワー、タワー、タワーありがとうございます。やばい、なんか顔が漏れない、ごめんなさい、汗ベトベトなのでちょっと顔が可愛くないのはご了承ください。はい、ありがとうございました。てんてれんてんてんてれんてん、ミレイ公演終了、ありがとうございました。てんてれれれん、はい、皆さんありがとうございます。よいしょ、はい、ではね、そろそろね公演も終了したので、そろそろランキングを読みたいと思います。お見送りも再現、ありがとうございました。あ、お、いつもこんな感じでやっております。はい、ではランキングね、あ、最後もせーの、ありがとうございました、またねーって言いながらドアを閉めてもらってます。はい、ではですね、ではということで、あ、実はこれはですね、なんだっけ、エコパアリーナだっけな、あ、エコパアリーナだよね、でもね、合ってるよね、エコパアリーナの、合ってるよね、合ってるよね、大丈夫そう、オッケー、エコパアリーナで、そうですね、なんだっけ、販売されていた T シャツなんですけど、研究生は青だったっけ、研究生は青で、私はこれもらったんですよ。で、他のチームの方もいろんな違う色だったんですけど、今回、受験生は青でですね、あとは受験生 T シャツもね、12周年の時青だったかな、青で、あれ12周年の T シャツだったっけ、違う、あれ合ってるっけ、なんかクラップの T シャツ、今私が劇場公演で We are Growing Up 公演という劇場で着させていただいているのが、クラップという T シャツなんですけど、あれは10期生グッズということであるんですけど、それも青色なんですよ。なので10期生は青ってイメージが強いのかなっていう、研究生が青ってイメージが強いのかな、研究生か、いつも研究生は青なのか、そっか、いつも研究生青だっけ、そうだよね、あ、合ってるよね、あれなのでね、はい、これはエコパのエコパアリーナの時の T シャツです。どうですか。はい、ではね、まあ、この T シャツアピールはいいとして、じゃランキングをねしたいと思います。ランキングをねしたいと思います。何がいいかな、尻文字は封印ですよ。何がいいかな、
じゃあね、ダンスで行きましょうか。いつものちょっとできるか怖いですけど、ダンスと歌混ざるやつにしようかな。じゃあダンスと歌混ざるので、ではね、ダンスと歌を混ぜたやつをやろうと思います。どこやったっけな、あれ今回ハブにしようかな。てあるかな、ちゃんと全部ちょっとあるか数えてるのでちょっとお待ちください。あ、ありました、ありました、 OK です。では13位の方からいきます。どれにしようかな。あ、じゃあちょっとね、今回は自分で踊れるやつに決めようかな。じゃあちょっと踊れるやつやってきますね。では第10位の方いきます。何にしようかな。じゃあ、待って待って、覚えてない、あれ思い出せないな。じゃあいきます。てん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 、 Go 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 you're crazy girl、 Go 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 you are lazy boys、 Go 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 we are crazy girls、 Go 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 we are crazy boys、 ちょっとしらけすぎちゃってる、あいつが増してた脱力ボイス、もっとおまけな感じの私らいつでもよっしゃ青春が。ありがとうございます。13位の方ありがとうございます。では続いて第12位の方、じゃあ洗濯物たちにしようかな。洗濯物だったっけ、洗濯物たちだね。ちょっと暗いかな、でも結構見やすいけど、まあいいか、ちょっと明るくするか。いきますね、せーの、しんどいシーツのように、ここで一人気をついて、肩の力を抜けば明日までには私もまさら。ありがとうございます。12位の方ありがとうございます。続いて第11位の方、じゃあレモンの年ほどで、青いレモン一つ手のひらで包んであげたいの、そう私のすべて、青いレモン、そっと若すぎる果実はもどかしい、この年頃。ありがとうございます。11位の方ありがとうございます。続いて第10位の方、参加はで、賛成かわいいちゃんちゃん隠す山のときめきを、はい、調和心にサンステイカワイイサンシャイン降り注ぐこの道つぶやくよ、 Yes Yes 好きなんだ。ありがとうございます。10位の方ありがとうございます。続いて第9位の方、じゃあ青空片思いでいきますね。青空片思い、恋は空の下で生まれるんだ、願えたい年さは太陽が育てる、青空片思い、心に日向があるように、君と会えるそれだけで幸せになれるよ、僕は君が好きだ大好きだ。ありがとうございます。9位の方ありがとうございます。
続いて第8位の方、ガラスのアイラブユーでいきます。1センチ近くに行けたら気持ちが伝わるかなかな、微妙な距離の僕たちはガラスのアイラブユー。てて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 わかんない、キュンキュンキュン。最後アレンジです。おまけありがとうございます。8位の方ありがとうございます。続いて第7位の方、じゃあ強がり時計でいきます。意地悪なこの雪降り始めて、傘とかも持ってなくて、このまま悲しみに埋もれそう。わがままなこの雪空を舞って、心に積もるように今一人きりになる。ありがとうございます。7位の方ありがとうございます。続いて第6位の方、チキンラインでいきます。やばいな、覚えてるかな。ラインじゃなくてもいいな、本当に愛しているから、ちゃんと直接あ告白しな、呼ぶんじゃなく声を聞きたい、本気を試そうとしたのに、言葉だけ送信されても既読する。ててん、はい、ありがとうございます。6位の方ありがとうございます。あ、みんなのチキンライスとかチキンラーメンとかみんな久しぶり。続いて第5位の方、渚のチェリーで。チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーがあなたが走る、チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーが三つしぶき、てってれんてってってれんてってってれんてっ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 てん。ありがとうございます。5位の方ありがとうございます。初見さんありがとうございます。続いて第4位の方、じゃあパレオでいきます。パラレオはエメラルド、腰に巻いた夏、海の色を映してる。パラレオはエメラルド、潮風の中で大人にな少女よ。はい、ありがとうございます。4位の方ありがとうございます。続いて第3位の方、放課後レッスンいきます。君より先に先に着けたい待ち合わせ場所のあの丘へ、今まで僕が負けてるし、どっちが好きか好きか、今日こそ今日こそ意地を見せてやる、そう思ってきたんだ二人の放課後レッスン。そのポーズ懐かしい。ありがとうございます。はい、では次第2位の方いきます。第2位の方は強き者で、記憶の中に強き者よ、真の勇者よ、戦いになって手に入れたその栄光の重さ、強き者よ、真の勇者よ、君は何を、あ、2枚出した生きるのか変わらぬものは愛だけさ、ジェイザーは。ありがとうございます。 P の方ありがとうございます。
では第1位の方いきます。第1位の方はバーガーマリー。ではいきます。もう一度走ろうか、胸が熱くたぎた、いつの日からだろう、僕が歩き出したのは、生きるとは走ること、いても立ってもいられず、前のめりに夢見る。はい、ありがとうございます。1位の方本当にありがとうございます。はい、ということで、よいしょ、よいしょ、ビュービュー、わあ、顔が汗で大変なことに、リップもついてなくなっちゃった、やばいやばい、大変大変、はあ、ということでありがとうございます。お茶飲みたいな、ね、お茶飲みたいな、ちょっとお茶飲んできますね。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、今日はね、初見さんがねたくさん来てくださったんですけど、全員の方にありがとうございますって言ったかわからないんですけども、皆さんたくさん来ていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。そして、コメントや星投げ、そしてなんだろう、ギフト投げてくださった方、本当にありがとうございます。今日もね、ミレー公演はたくさん大にぎわいだったということでいいのかな、大にぎわいだったということで、皆さんありがとうございます。今何時だろう、今何時かな、まあいいとしてはい、ではあ、ボム表紙8月は8日発売です。はい、8日発売だったっけ、あれ8日だった、6日だったよね、あれ6日ですね、ごめんなさい、6日です、6日です。あ、このコメントの方、6日ですよ、6日ですよ、はい、そうですね、そうだ、言わなきゃね。ボムの表紙のボムは6日発売です。私の表紙の発売は、熊崎遥さんと末永桜花さんと私で発売、表紙を飾らせていただいています。ぜひ見てくださると嬉しいです。8月6日発売です。ちょっとね、今汗かいてる顔なのでちょっと変かもしれないんですけど、もうちょっと可愛く映れてるとは思うので、ぜひ皆さん見てください。じゃあスクショタイム、汗びっちょりですって書いておいてくださいね。汗びっちょりです。はじめまして、あー初見さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、またね、ショールームできる機会があればやろうとは思うのですが、そうですね、まあ予定がね、あればまたね、公演までできたらいいなと思いますし、そうだな、またいろんな企画ができたらいいなと思います。でも企画不足なんですよね。何がいいか、ピノもいいなと思ったりとか、皆さんね、ぜひね、あの、なんかやってほしい企画あればね、あのたくさん提案してくださると嬉しいです。その中からね、いいなと思ったものもね、たくさんあると思うので、ね、前みたいにハッシュタグつけてやるのもいいけどね、ちょっとね、難しそうだから、そう、いろいろとね、こちらも難しいのでね、そうだから、あの皆さんね、あのまたね、いいのがあればぜひ教えてくださいね。できればやろうかなっていろいろと思ってますので、ぜひよろしくお願いしますあ、カフェね、やりたいよね、カフェやりたい。宿題ちゃんとやってやりましたよ、ちゃんと。てか結構もう終わってますよ、ほとんど終わってます。ピノもね、やりたいしね、そう、100チャレンジはちょっと難しいけどはい、ということで、あ、まだお知らせある。8月ね、6日にスカパンの生放送があるので、皆さんぜひ見てください。19時からかな、だっけな、ぜひ見てください。あ、初見です、あ、ごめん、あ、初見さんが、お二人も、あ、お二人じゃないの、同じ方だありがとうございます。
はい、ということでね、そう、楽しみにしててくださいね皆さん。あ、録画予約してあります。お、いいなので皆さんぜひ見てくださると嬉しいです。かわいい、ありがとうございます証券屋さんはい、ではということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。たくさん皆さん、な、長時間配信を見てくださってありがとうございました。また未来公演ね、違う公演もやろうと思うのでね、そうね、たくさんやれればいいなと。まあ今年は難しいかもだけど、やれればいいなと思うので。あ、初見さんありがとうございます。あ、大富豪、あ、大富豪はやろうかな。でもね、8時からちょっと難しいかな。だから9時からに、あーでもな、いや9時からも当たる確率が、いやでも9時からでいいか。ちょっとね、私もね8時からちょっと、あーあー何このちょっと待って、じゃあ8時半からにしよう。間を取って8時半から、え、9時半、いやまあいいや、8時半から9時半、うーん、なんか微妙な時間空いちゃうな。9時からでいっかな。いやー、9時からでいっか。ということで9時にやりたいと思います。そう、最近ねずっと大富豪してるけど楽しいのでね、皆さんとやっぱ交流できるのって大富豪とか配信だと思うのでね、また配信もやりますし、大富豪も今日9時からやります。皆さん見てください。皆さん見てくださいじゃない、皆さん対戦しましょう何見てくださいって、何を見るんじゃってね。ということで今日はありがとうございました。またねー、ありがとう、またやります。ぜひフォローもよろしくお願いします。じゃあまたね、配信予定入れますね。バイバーイ、ありがとうございました。あ、フューチャーダンス覚えてね、覚えてね、ツイッターにもアップしてます。ありがとう、バイバーイ。